ちは、戸田学です。今回は1935年昭和10年の日本映画丹下左膳夜は100万両の壺についてのお話です。監督は名将山中貞夫です。日中戦争で戦病死した山中貞夫作品の中でも高知山早春、人情紙風船とともに現在一本の映画として鑑賞できる3本のうちの最古の作品となっています。主演の丹下左膳には忠治旅日記、おあつらえ次郎吉公子、姿三四郎の大河内伝次郎です。左膳が居候している矢場を営むお藤に芸者歌手であった新橋清蔵、彼女の粋なこと、他にも酔いどれ天使、野良犬の山本霊三郎、あのねおっさんはしゃかなわんよのギャグで知られた高瀬実が現存する山中貞夫作品としては、高知山早春同様に鳥羽洋之助と極楽コンビとしてコメディリリーフ的に出てきます。他にも姿三四郎、笹目行きの花井蘭子、長戸博之、津川雅彦兄弟の父親である沢村国太郎が柳生源三郎役で出てきます。主人公の丹下左膳は、林父母が創作したニヒルな赤眼赤種の浪人である。1928年、昭和3年5月、日活の大河内伝次郎、東亜キネマの段徳丸、牧野プロダクションの嵐長三郎、後の嵐勘十郎の三者共作、審判大岡政談として映画化されました。中でも伊藤大輔監督と組んだ大河内伝次郎版の丹下左膳が評判を博し、決定打となりました。1934年、昭和9年に伊藤大輔が日活を退社したので、急遽山中貞夫が監督を務めることになりました。山中は丹下左膳を日常的なユーモラスなタッチで描いたために、原作者林父母には不評で、タイトルを丹下左膳夜話として、原作者の名前もクレジットされませんでした。柳生藩の軍用金100万両の隠し場所を記した絵図面が代々伝わるコケザルの壺に塗り込められていたことがわかります。コケザルの壺？臨食家の城主柳生津島の神はその壺を江戸の道場に婿養子にした弟源三郎への財産分けとして与えていました。源三郎様、慌てた津島の神は家臣の大野心を使いに出し壺を取り戻そうとします。ご尽力を願います。あの壺が100万両とは驚いたの。そんなことも知らない源三郎は妻の萩野と話をしています。これでも1両ぐらいには売れるだろうな。こんな壺3本の値打ちだってあるもんですか。断る。使いの大野心から壺を譲るように迫られた源三郎は兄への反発で断ります。その間に妻の萩野が汚い壺をクズ屋の極楽コンビに10文で売ってしまいます。クズ屋は長屋に住んで金魚を飼っている林家の安吉にその壺をやってしまいます。安吉の父親の七兵衛は毎日矢場へ通っています。この店の女将のお藤は客からも催促されるほどの歌い上手で粋な女傑です。勝手に歌うわよ。この家の居候兼用心棒の浪人丹下左膳はお藤には頭が上がらないが、彼女とはいい仲です。七兵衛が店に難癖をつけた客に注意をしたら凄み出し、左膳が追い出します。旦那、ちょっと待ちなさい。ちょっと、どうもお見取り申し上げて、どうぞご勘弁なすって。旦那、古いでした。どうかそれを納めなすって。よし、帰れ。どうもありがとう。しかし、その帰り道、恨みを持った客に、七兵衛を襲われ、安をお願いします。と、左膳たちに言い残して亡くなります。安をお願いします。左膳は安吉を探し当てますが、あんたあの子に七兵衛さんが死んだと言っておやり。俺嫌だよ、おめえってこい。あたえまっぴらだよ。俺もまっぴらだい。なんだよ、おじさん。おっかいねえのかい？うん。そうかい？おばあんのところへ行けば、左膳は孤児になった安吉を引き取ってやりたいと思います。喜んでいたよ。おばさんって誰なのよ。当たり前だよ、おめえのこっちゃねえかい。左膳とお藤は安吉を引き取ります。安吉は金魚を入れたコケザルの壺とともに矢場へ移り住むことになります。そんなことは知らない源三郎は見染めたお久を目当てに矢場へ通ってくることになります。自分が見つかるとあんたもここへ来らんなくなるんでしょ。その頃大野心一派も必死でコケザルの壺を探していました。山中貞夫のコメディセンスが生きる娯楽時代劇の傑作です。
本来はヒーローであるはずの左膳がお藤と言い争いながら結局頭が上がらないのが秀逸です。今度は俺の言ったりするんだい。明日から六は同時にやるんだい。寺子屋道場だい。寺子屋道場だい。寺子屋道場だい。現在の丹下左膳世は100万両の壺は戦後公開版で GHQ の検閲で終盤の剣撃シーンがカットされたバージョンです。決定版である大河内伝次郎版の丹下左膳の他にも月形龍之介、坂東妻三郎、水島道太郎、大友龍太郎、丹波哲郎、中村金之介、後の萬屋金之介らが丹下左膳を演じました。丹波哲郎は右利きのために本来の席種を左手から右手に変更しています。戦後外国に接収されて我が国へ返還されたいわゆる帰国映画の中に東宝の中川信夫監督新編丹下左膳隻眼の巻の不完全なフィルムがあります。この中で少女時代の高峰秀子が手代役の岸明を相手に大河内伝次郎の声色を披露する場面があります。おい三之助、貴様は俺を見せたな。丹下左膳、丹下左膳だよ。よく聞きました、よく聞きました。丹下さんに聞かせてあげたいから。さあ、聞かせてみな。